どうも、ヨネです。ライザのアトリエ2、続きやっていきます。これ作業中にアンペルとリラがやってきて、フィーが病気っぽいところの治すための薬のレシピと材料をくれましたので、これを作っていきたいと思います。何入れようかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。いい感じ。さすが私。フィー、これを飲んで。薬だよ。ありがとう、アンペルさん。でも、どうしてフィーを元気にする方法を。それについては私から話そう。単刀直入に言う。お前たちがフィーと呼んでいる生き物、それはこの世界のものではない。お前たちが異界と呼ぶこことは違う世界、つまり私と同郷ということになる。異界の…でもフィーはオーレン族じゃないよね。当然だ。お前はあそこに住むのがオーレン族とフィルッサだけだと思ってるのか。私も目にするのは初めてだが、フィーと似た生き物について聞いたことがある。だが問題はそこじゃない。そいつはこの世界では長く生きられない。おそらく異界に漂う魔力がなければ生きられないのだろう。異界の魔力って、じゃあフィーを元気にしたのは。私が渡した石、あれは異界の魔力を秘めた石だ。旅の途中で偶然手に入れたものでな。そういった事情だから、残念だが私が持っているのはあれ一つだけだ。でも二人なら異界の門がどこにあるか知ってるんじゃない。そこから異界に行けば。すまないライザ、調査はしているが、私たちもまだこの付近では門を見つけられていない。そんな。あ、そうだ、遺跡の奥にある水晶、アンペルさんとリラさんも見たよね。遺跡の奥にあった大きな水晶、まだ見つけてない遺跡にも同じものがあるかも。落ち着けライザー、一体何の話をしている。遺跡にあった水晶に近づいたらフィーが元気になったの。その後水晶の光は消えちゃったけど、もし同じものがあればフィーを元気にできるかもしれない。あの水晶が。なるほどな。だが他の遺跡の場所は分かってるのか。それは今探してるところだけど。そうか、そういうことなら私たちも手がかりを探してみよう。ありがとう、リラさん。どうした、アンペル。少し調べたいことができた。遺跡の手がかりは任せてもいいか。それは構わないが。アンペルさん、大丈夫？気にするな。お前たちはお前たちのやるべきことをやれ。行くぞ、ギア。ああ、またな、ライザ。うん、またね。どこか行きてえのか。よし、行くぞ。今回もいろいろと細かいイベントをやっていっ
て、やっと遺跡探索って感じに繋がるんじゃないかな。どこか行きてえのか。よーし、い、あごめん、ちょっといいかな。カサンドラさん、もしかして例の作物を育てる方法が分かったの。どうかな、やってない方法を一つ思いついて、それを試してみようと思っただけなんだけど、実はあの作物もともと結構特殊な環境で自生するものらしいのよ。だから王都の土があの作物を育てる環境に合ってないんじゃないかなって思ったの。つまり作物のあったところと同じような土にすればいいってこと。そうなんだけど、さすがに無茶かな。ふっふん、錬金術に不可能はほぼなし。似た土にするための肥料をちゃちゃっと作るよ。そう言ってくれると思った。さすがは錬金術師のライダさん。どんな土地で育ってたかはこれに書いといたから、肥料作りの参考にしてよ。それじゃお願いね。こっちも試行錯誤は続けてみるから。さてと、どんな土地で、なるほど、こんな感じかな。新しいレシピ思いついちゃった。サンライトソイル、ソイルか。何にしようかな。サンライトソイル、何入れようかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。これは中間素材としても使えそうな感じかな。すごいのできちゃうかも。どれにしようかな。こんな感じかな。何にしようかな。入れる場所は、さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。入れてから考えるのもありかな。何入れよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。こんな感じかな。これじゃダメかな。アンペルさんが持ってた魔石はもうない。遺跡が見つかれば手がかりがあるかもしれないけど、フィーが元気なうちにこっちでも生きられるか異界に返してあげる方法を見つけなきゃ。もっと力が欲しいよ。いろんな錬金術ができる力が。新しい遺跡が見つかればき
くれてるの？ありがとう。うん、そうだ、落ち込んでる私なんて私らしくない。タオのところに行ってみよう。もしかしたら何か手がかりが見つかってるかも。フィどこに行きますか？フラグが立ったのかな。よし行くぞ。とりあえず作ったものの納品とかいろいろしながら行きますか。こんな感じじゃない。お待たせ、頼まれてた肥料持ってきたよ。すごいな。栄養剤の時も思ったけど、ほんとあっという間に作るよね。褒められるのは嬉しいけど、これでダメだったら私かっこ悪いな。協力してもらってダメだったら私の方もかっこ悪いと思うんだけどね。その時は二人仲良くかっこ悪く次の方法考えようよ。楽しそうだけど、できればちゃんと育ってほしいな。当然その方がいいに決まってるけどね。私もさ、これをちゃんと育てられたらライザに聞いてもらいたいことがあるし。なんだろう、相談か何か。まだ秘密だってば。ちゃんと育つの祈ってて。ねえ、どこに行くのさ。クエスト、そこ色味だから。どこに行きますか。よし、昼にしよう。ちょっとだけや、よし休んじゃおう。どこか行きてえのか。よし、ここは緑が多くて落ち着くね。なんだか私の村と空気が似てるの。じゃねえか。気に入られてるね。そうみてえだな。てか、なんでこんな懐かれてんだ。特に何かしたわけでもないのによ。もともと人懐っこい性格なのかも。それにレントって小動物に懐かれること昔からあったじゃない。そもそもこいつ動物じゃねえだろな。そうだろフィー。なんだよ今度は。しつこくしすぎて怒らせちゃったかもって不安になってるんじゃないかな。そうなのか。バーカ、ちっこいやつが遠慮してんじゃねえよ。本当にレントが好きなんだね。できればもう少し落ち着いてくれるといいんだが。どんな依頼があるかな。これならすぐに報告できそう。これならすぐに報告できそう。どこに行きますか。よーし。ってお前か。なんだよ、
俺に言おうか。あ、いた。もうフィーってば、私を置いて一人で行かないでよ。たく、ライザが来ると途端に騒がしくなるな。どういう意味よそれ。そのまんまの意味だよ。なんか懐かしい気持ちになってくるぜ。レント、なんか年寄りっぽいこと言ってる。この3年で老け込んだんじゃない。あのなごめんごめん。でもレントの気持ちちょっとわかるかも。みんな一緒だとやっぱり3年前の冒険を思い出しちゃうよね。あの時の冒険に比べりゃ今回の冒険は楽勝だろ。島に住むただのガキがクリント王国を滅亡させた化け物どもと戦ったんだぜ。改めて思い返すとかなり無茶してたんだね。それに気づかないでやってたんだから怖い話だよな。ま、お互いガキだったってことさ。身も蓋もない言い方だな。確かにそうだけど、でもまたレントたちと一緒に冒険できるのとっても嬉しいよ。ライザの冒険好きも相変わらずだな。何年も剣術修行に出てるレントに言われたくない。レントはどう？もしかして無理に付き合わせちゃってない？別に無理に付き合ってなんかいねえよ。でも最初は一緒に遺跡に来てくれなかったし。あれは考えてみたら遺跡の中って魔物がうようよいんだろ。そいつらと戦うのも修行になるかもなって思ったんだ。まあそういうわけだからよ、変なこと気にしてねえで遺跡探索頑張ろうぜ。うん、そうだね。ぬぬのゲームチャンネルはゲームの動画や実況を毎日投稿中。毎日何時頃投稿しているの？毎日18時に1本、時々0時に投稿してます。上にある最新とおすすめもぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。